はい、皆さん、毎度毎度。はい、お兄さん、ワインディングしてんね。ちょっと今なんか、もたもたもた、もた、毛束持って。はい、はい、毛束持って、ダッカールで持って。はい、止めて。まあ、こんなことやってる間にさ、一本巻いちゃうんだよね。ワインディングが遅い現金って巻くのが遅いのもあるけど、こういうさ、わけわかない、俺、まだまだ一本やって、ちょろ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 やってくどさ、こうやってる間にまた二本ぐらい巻いちゃうんだよね。あの、慣れてる人だとね。 もたもたしてる間にね。だからこの動画も始まってさ、まあ今30秒ぐらい経ったけど、やっぱり早い人だともう2本巻き終わってるよね。だから遅い原因ってさ、まあこうやって今巻き直しとかね、毛束の処理とかね、そっちで時間かかってるよね。で巻くのスムーズに巻いてではさ、1本15秒か20秒で巻いてるのに、その他で時間かかってるっつーの 結局、ダッカールで止めた毛は短いから負けない毛なわけじゃない。だから負けないんだから、あんなの、ダッカールで止めねえで巻いちまえばよかったんじゃないかなと、ちょっと思ったけどね。 まあまあ、とりあえず無難に巻き終わってね。あとはほら、こっちでね、ずっと全体の調整して、ロット巻くのね。あと薬はこっちでかけちゃうからね、めんどくさいからね。いや、お兄さんにかけさせようかなと思ったら、お兄さん逃げちゃった。<laughs> <laughs> あのほら、これ普通のスタッフだとね、あの、先生怒るかもしんないけどね、親子だとね、あんまりね、腹立たねえんだよ。まあいいやってんで、こっちでやっちゃうわってんで。その方が間違いないしね。 と、パーマ液かけるのって、これ本当にね、あの、簡単な作業なんだけど、一番難しいよね。なんかあったらね、あの、一本だけかかんねえ、二本だけかかんねえとか、毛先がかかってねえとかね。これ、よく大先生なんかめんどくさくて若い人にね、はい、一液かけといて、なんつってね、裏引っ込んでね、タバコかなんかね、吸ってるやついるかもしんないけど、思って最後ね、パーマ外してね、かかりが悪かっただろう、なんだのってね、で、失敗は、あの、アシスタントの責任って、そうじゃなくてね、アシスタントに一液かけ そば、ね、で立って見てろっててて見ろそのぐらい大事なんで一駅かけるのってね。あんで自分じゃ寝っ転がってタバコ吸ってさ、あんで待って出来上がり悪いったって、な当たり前だよ。必然的な失敗だよね。当たり前の失敗。そんでもって後の祭りで怒りまくるってのを、お小鈴とばかりに先輩ずらして怒ったり、兄貴ずらして怒ったりね。な話になんない、そういう先輩は。自分が悪いの棚にあげてってなっちゃうよね。でそういう先輩にの、やっぱりパーマって下手なんじゃないの一駅の重要性を分かってないっていうの だからアシスタントに平気で任せてしまうとのはい。パーマ一駅のコツね。ロングの姉ちゃんね。ロングの姉ちゃんでもないね。そんな深く巻いてないからね。毛先にかけろだね。やっぱり一駅もね、毛先にかけろっていう。 気持ちだよね。あと手が荒れるからって水巻き大好きな人ね。水巻き大好きな人はね、やっぱりね、パーマのかかり方がね、不安定なんね。これは、やっぱりつけ巻きっていうのがコツだよね。あとパーマの一息は毛先にかけろね。やっぱり水巻きだとね、どんなに巻いてもね、やっぱり毛先が緩かったりするよね。で、それがいいっつんだったらそれでいいけど、中途半端なことやると毛先の掛か,かりにムラが出るっつーのこれも汚らしいパーマの原因だよね。 あと表面に軽くね水振ったのは表面がちょっと乾きすぎてたんだよねあの毛先しかつけまきしてないからさでちょっとパーマ液かけるとパラ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 ほらこぼれちゃうんだよあのパーマ液が染み込まれてだからちょっと表面ぬらしてねパーマ液がスポイトから出た時に髪の毛となじみがいいようにちょっと表面だけぬらしたんだよね霧吹きでね でまずね、一回ね、最初にパーっとつけてね、それから今二度目ですね、しっかりね、揉みながら、まあ丁寧につけると。こちらのお姉ちゃんね、あの、宿毛矯正をかけて、部屋からもしてんだよね。でも宿毛矯正歴は過去一回だけだからね、フェルシェのハードつく、使ったけど、怖いね、これどうなるかね。うーん、でまあ様子見ながらテストしていくんだけど、多分簡単にはかかるだろうとは、まあこの時予想してたけどね。あ、はい、お疲れ様でした。